そこはね、キラッキラの国だったの。世界一のタワーに、ショーみたいな噴水、ゴールドに光る砂漠、目に入る何もかもがゴージャスで超セレブなのに、全然嫌味じゃない。洗練されててかっこいい。世界中のみんなが憧れるその国は。パパ、ママ、私ここが好き。私ここで暮らす。よっとと、ママ送ってくれてありがとう。ねえねえ、次はいつデートしてくれる？うん、本当だよ。お仕事頑張ってすぐ会いに来てね。ママ大好き。ちょっバイバーイ。お？あれ、あなたは。ユウ、あなた学園のトレーナーさんだよね。私ね、今ね、トレーナーさんはみんなチェックしてるんだ。うん、あなたにもちゃんと目をつけてたんだよ。だって、あ、そうだ、私、ビブロスって言います。今から一緒にお買い物しませんか？大丈夫、おねだりしないから。一人じゃなくて誰かと一緒がいいの。本当はママと一緒のはずだったんだけど、お仕事で。お願い、寂しいの。ねえ、いいでしょ。ねえねえ、ダメって言わないんだね。じゃあいいってことだよね。キリモリ、こっちこっち。ショルダーバッグかわいい。ね、超良くない？他の形も見てみたいな。で、トレーナーさん大丈夫？顔ガチガチになってるよ。うん、大好き。だってデザインも質も素敵だし、すっごいセレブじゃない？うん、セレブいいよね。かっこいいよね。華やかで、みんなの憧れ。私も早くセレブになりたいな。で、あのバッグ、私に超ぴったりだと思うんだよね。見に行こう、トレーナーさん。ほーら、こっち。それで、以前お気に召していたスカートがちょうど入荷したんです。試着されますか？一応サイズは XS がございますけど。ありがとうございます。んー、やっぱりかわいい。けど見た感じまだ大きいかも。ウエストボカボカになりそう。そうですよね、ビブロスさんとてもスリムでいらっしゃいますから。後で少し詰めましょうか。うん、お願いします。トレーナーさん、私が試着したら、なんて言うかわかる？似合ってるね、とか、かわいいね、みたいな。ちゃんと準備しておいてね。うーん、あ、うまー。ごちそうさま、トレーナーさん。ねえねえ、次はコスメみたいな。今日は予定ないんでしょ？だって最初に会った時、当てのない感じしたし、予定あるけど切り出せないって顔はしてないしね。大丈夫だもんね。アイス食べたら続き行こう。おすすめのリップクリームとか教えてあげる。楽しかった。
ありがとう、トレーナーさん。ずーっと一緒にいてくれたね。だから、トレーナーさん、私…リブロス?と、あなたは学園のトレーナーさんですか?さすが私のお姉ちゃん、超有名人セレブ。うん、そうだよ、ビルシーナは私の自慢のお姉ちゃん。妹がお世話になったようでありがとうございます。こら、ビブロス、トレーナーさんたちはお忙しいんだから。もう、ただ遊んでただけじゃないもん。前に話したでしょ、トレーナーさんを探してるって。超偶然、候補に挙げてた人と会ったから。一日かけてしっかり見極めてたの。この人は私をあの国に連れてってくれる王子様なのかなって。それでね、トレーナーさん、私決めたよ、あなたとドバイに行く。トレーナーさん、私と契約しよう。それでドバイまで連れてって。あのね、ビブロス、まさかとは思うけど、思いつきで言ってたりしないわよね。違うんだってば。だってトレーナーさんってすっごくいい人だよ。ずーっと買い物に付き合ってくれたし、私トレーナーさんみたいな優しい人大好き。すみません、トレーナーさん、よく言っておきますので。あのね、ビブロス、トレーナーっていうのは。大丈夫、わかってるから。トレーナーさん、私はあなたがいいなって思うの。今言ったよ、あなたがいい人だから。私には超大事なことなの。いいでしょ、判断基準はそれぞれで。でもね、あなたはまだ私がいいって分かんないよね。だから模擬レース見に来てくれるかな。私がいいって絶対思わせちゃう。今日はバイバイ、またすぐ遊んでね。お姉ちゃん、ご飯食べよう。私、結構頑張っちゃうから目を離しちゃダメだよ。私だけ見ててね。見てる見てる。じゃあもっといいとこ見せちゃおうかな。いやトレッチー、私すごいでしょ。昔からこうなんだ、ビブロスは。生まれ持ったセンスで何でもこなせる不器用な僕とは全然違う。すみません。
話してた？褒めてくれてた？ショバチが…それでそれで、トレッチは？私の走り、良かったでしょう。だよね。じゃあじゃあ、トレーナーになってくれるよね。まだダメ？トレーナーって、ウマ娘を勝たせるのがお仕事でしょ？どんな走りをするのか分かってたら、もう良くない？ふぅ…トレッチは何を知りたいの？うん、そうなの。私、あのレースで走るのが夢なんだ。ドバイのレースって、見たことあるでしょ？超キラキラで、超セレブじゃない？最高だよね。え、うん、それだけだけど。トレーナーさん、もっと知りたいことはあるでしょ？何でも聞いていいよ。あ、でも好きな人とかは秘密。え？はあ、なんで？そうですね。ビクトリアマイルの連覇を果たした時は、少し救われたような気持ちはありました。トリプルティアラ路線では全て2着。最後の秋華賞の後は正直悪夢を見ることもありました。あと一歩踏み出せてたら。でもその悔しさがビクトリアマイルの勝利につながったのだと思っています。今ではあの日の負けにも感謝しています。最後、もっと加速しないと。もっと頑張るんだ。じゃないと偉大な馬娘になんかなれない。昔からね、おねだり上手なんだからってみんなに言われてきたの。パパもママもお姉ちゃんたちもすっごく優しくて、いっぱい甘やかしてくれて大好きなんだ。おい、シュバチにはなんか失敗しちゃう時もあるけど、でもみんなにいっぱい愛をもらって生きてきたの。おもちゃも、おやつも、お友達も、始めたてのレースだって、欲しいものは、何でも私のものだった。でもね、初めて実らなかったものがあるの。それが、ドバイへの気持ち。子供の頃にね、家族でドバイに旅行に行ったの。そこでね、私、超すっごい世界を見たんだ。本当にすっごかったんだから。見るもの全部がキラキラで超セレブ。私もセレブになりたいってすっごい思った。絶対絶対ここに住むってパパとママにおねだりしたの。でもできないって、結局叶わなかった。諦められなくて、ドバイのことをいっぱい調べたの。それで、出会ったの。ドバイのレースたちに。もうすっごかった。眩しくって、すぐ虜
レース場もそこに来る人たちも馬娘たちも全部キラッキラ。そこで走って勝てたら、ただ住むよりもっとセレブじゃない？あのレースの勝者には宝石いっぱいのアクセサリーが似合うもん。その時ね、もっと胸がワクワクして新しい夢が生まれたんだ。ドバイのレースに勝ちたいって。でもママもパパもお姉ちゃんたちだってビボロスはまたそんなこと言ってって本気じゃないって思ってる。確かに子供っぽい夢に聞こえるかもだけど、ふざけてないよ。本当の本気でキラキラのドバイのレースを走りたいの。その夢のために頑張りたい、頑張れるって思ってる。真面目なお姉ちゃんたちと比べたら変なのは分かってるよ。でもそれが私の夢なんだもん。トレーナーさんはこんなの夢じゃないって思う？やっぱり真剣じゃないかな。え、じゃあトレーナーさんは私をドバイに連れて行けるかずっと考えてくれてたの？はあ、私をダメって思ったんじゃないってこと？それってトレーナーさん、私期待しちゃうよ。私をドバイに連れていくイメージが見えたってことだよね。じゃあほんとだ、私全然ダメじゃないね。だってトレーナーさんがいいってちゃんと分かったんだもん。そう、私の目はいつだって正しいもんね。トレッチって最高、私も最高。それでそれで私のことをいっぱい考えてくれたんでしょ。私がドバイに行くにはどうしたらいいの？それで以前お気に召していたスカートがちょうど入荷したんです。試着されますか？一応サイズは XS がございますけど。ありがとうございます。やっぱり可愛いけど、見た感じまだ大きいかも。ウエストボカボカになりそう。はや、ねえトレッチ、これ本当に全部食べなきゃダメ？うひー、ラーメンにアボカドサラダにさつまいも、ゆで卵山盛り、他にもたくさん。こんなにカロリー取ったらスタイル悪くなっちゃうよ。せめて麺だけこんにゃくに変えてもいい？先生、これ取ってるの？イエーイ！ねえねえ、加工フィルターつけてる？ビブロスさん、ふざけていないで。わかってるって。1600m ね、走ってきます。私ちゃんと頑張って食べる。セレブに向かって
いただきます。ねえ、こんなにお腹いっぱいなの初めてかも。うん、もっと褒めて。もっと。ありゃ、ここまでか。ちょっとお姉ちゃんっぽい。一番上のお姉ちゃん、シュバチは全然甘やかしてくれないもん。お姉ちゃんはかっこよくて綺麗で超優しいんだよ。何より超強くて。あ、ねえトレーナーさん、あともうちょっとだけ甘えさせて。私ね、実はドバイの他にもう一つ目標があるの。それはトリプルティアラ。ドバイでキラキラセレブになるにはまず日本でクイーンにならないとだし、お姉ちゃんが負けちゃったレースだから妹としてリベンジみたいな。私が勝てたらエモくない？あ、考えが甘いって言いたいんでしょう。大丈夫、分かってるよ。だってお姉ちゃんは本当にすっごく強かったんだよ。だけど勝てなかった。シュバチだって超すごいのに今もがいてるなって思うし、あの二人が苦労するくらいレースって大変なんだよね。だからこそ私がやらなきゃでしょ。だって絶対才能あるもんね。ねえ、今の話本気なの？あ、お姉ちゃん、シュバチも最近しょげてると思ってたらもうすっかり元気なのね。それは良かったけど、トリプルティアラを取りたいだなんて初めて聞いた。でもね、トゥインクルシリーズってとっても大変なのよ。そんなの。トレーナーさん。だよね、トレッチ。いい子の続きしてして。しょ、慣れ慣れしすぎるんじゃ。でも気を許せないと判断した相手にはあんな風に甘えないわ。だからごめんね、ビブロス。私も本当は分かってる、あなたがちゃんと考えている子だって。お姉ちゃん。でもどうしても心配になっちゃうのよ。私の中であなたはいつもニコニコでふわふわの赤ちゃんなんだもの。シュバル、あなたもね。だからどうしても二人には過干渉になっちゃって。でももう自分の道を歩むんだもんね。トレーナーさん、ビブロスのことをよろしくお願いします。お姉ちゃんたちも見守ってるからね。応援してる。ね。君なら大丈夫なんだろうけど。頑張って。うん、お姉ちゃん、シュバチ、ありがとう。ねえ、せっかく私たち契約したんだし、お祝いに戦場パーティーしたいな。あ、待って、普通にリムジンパーティーでもいいかも。トレッチは何がいい？プールとか貸し切っちゃう？でもでも未来のセレブにはやっぱり戦場パーティーかな。よろしくね、トレッチ。ん？やめない。だって
嫌じゃないでしょ。目を見ればわかるもん。一緒に世界まで飛んでっちゃおうね、トレッチ。いまいちかも。体重いし、あんま乗れなかった感じ。あ、体調悪いって感じじゃないよ。こういう時はね、あれしかない。ほら、トレッチ行こう行こう。出たんですね。はい、こちらのイヤーカフはリングとしてもお使いいただけるほか、同じシリーズのものと重ね付けもできるんですよ。そうそう、そんなの絶対可愛い。お姉さん、どっちも包んでください。ストレッチも似合うの一緒に選んで。いいのばっかで悩んじゃうんだよね。じゃあ次はお洋服、どっちがいいと思う？あの白いショートパンツと、あっちのピンクのタックミニ。そちらのタックミニスカートは本日入荷品ですよ。しっかりした生地ですので、秋口までお使いいただけます。ああ、そうなんですね。じゃあ、こっちにします。となると、トップスも欲しいな。新作ってどれですか？新作バッチリ買えたし、うん、これで明日元気いっぱいだ。だってときめくもん。ときめきはね、私を素敵にしてくれるの。何でもできちゃうかもって気持ちになるっていうか。ときめきの力、明日トレッチにも見せてあげるね。まだまだまだいっちゃうよ。見た見た、トレッチ。その通り、ときめきでいっぱいだからギュンギュンって走れちゃった。こうやっていっぱいときめいて、いつか絶対ドバイに行っちゃうんだから。キラキラで超セレブで眩しくて覚めない夢みたいな、あの世界に。そのためにもいっぱいいっぱいときめきながら頑張らないと。そういうこと。だからトレッチにもいっぱいときめかせて。およ、なんか通知…って…ああ、大変。昨日行ったお店、また新作入荷してる。今日のトレーニングって、あとどのくらい？頑張るから、終わったら買い物付き合ってね。ね、お願い。トレッチもショッピング中？せっかくのお休みなのに？ただ歩いてるだけじゃもったいないよ。ねね、それなら私とお買い物デートしようよ。ちょうどこのモール見て回ろうと思ってたの。トレッチがときめくものも一緒に探しちゃおう。ひゃー、このピンキーリング新作だって。ダイヤもキラキラで超セレブだよ。トレーニング中とかにつけたら願掛けになりそうだし、ジャージだっておしゃれになるし、トレッチ絶対買いだよ。トレッチ似合いそうなのに。あ、じゃああれは普段使いできるもので。ほらほら、
あのショッキングピンクのニット、海外トレンドだよ。あっちのシャツとレイヤードにするとか、どう？新作スマホ完売しちゃったって。超最新機能いっぱいでおすすめだったのに。じゃじゃーん、到着、ストリートマーケット。このイベント面白いんだよ。最新トレンド扱ってるお店だけが出店してるの。ジャンルもいろいろだし、ここなら期待大。ほら、あそことか、すごい人集まってる。ときめきの予感。っていうか、急いで行かないとまたなくなっちゃうかも。ドレッチ、急いで急いで。え？カバン、すまないね、これは売り物じゃないんだ、私物でね。あ、ごめんなさい、素敵なカバンだなって思って。そしたらブランドだけでも聞いてもいいですか？ブランドものでもないんだ、何の変哲もない古いカバンさ。でも私にとってはとても大切なカバンなんだ。まだ若い頃、連れ合いがプレゼントしてくれてね、修理しながら何年も大事に使い続けてるんだよ。長い時間で色も変わったし、あちこち傷もついてる。だが見るたびあいつとの日々を思い出して心が温かくなるんだ。そっか、てっきりそういうデザインだと思ったけど。でもそれでもキュンってするカバンだね。ありがとう、君のそのカバンもとても素敵だよ。ドレッチどうだった？いろいろ見たけど。え、買わなくていいの？傷ってその黒ずんだやつ？何かに挟んだみたいな。あ、もしかして初めて遠征した時の。カバンドアに挟んで抜けなくなっちゃうなんて、降りられてよかったね。そうそう、手伝ってくれた車掌さんにもいっぱいお礼言ったよね。あ、じゃあこっちのハートのシミ覚えてる？ジュースなんて吹けばオッケーだから。それに、あ、見て、ほら、カバンのシミ、ハートの形になってる、かわいい。他にもちっちゃい傷がたくさん。すごいね、ドレッチのカバン、私との思い出がたくさん残ってるんだ。そっか、うん、そうだね、そのカバンこそが
ストレッチにいっぱい力をくれるときめきなんだ。よし、じゃあ予定変更。カバンのベルト探しに行こう。ストレッチの大事なカバンが元通りキラキラになって、今日の思い出も一緒に大事にできるように。ストレッチー、こっちこっちやっぱり夏はバカンスだよね。今日は目いっぱい楽しんじゃおう。あのね、トレッチ、お願いがあるの。私ね、夏合宿いっぱいいっぱい頑張るから、だからお休みの日デートしよう。ママからリゾート優待チケットもらっちゃったんだ。私たち毎日超頑張ってるもん。今日はリフレッシュしちゃおうね、トレッチ。というわけで、ストレッチ、何したい？このスムージー、美味しい。ちょびっとしょっぱくて、めっちゃ元気になる味だね、ストレッチ。いつも選ばないタイプ。ストレッチ、こういうの好きなんだ。それでそれで、次はどうする？ここ結構広いし、エンタメ施設もいっぱいだよ。やりたいことならやってるよ。トレッチのやりたいことをする、今日はこれ。ほへー、チーターって時速100キロで走るんだ。あんな太もも細っこいのに。トレッチってば、目キラキラ。レース脳なんだから。疲れを取るならこのホテルスパ、ビルシーナお姉ちゃんもお気に入りのとっておき。ヘトヘトボディキラキラにしちゃおう。で癒されたみたいで嬉しいよ。ねねえ、お腹空いてる？そろそろお夕飯の時間だけど、どこで食べよっか。おや、ビブロス君と、そちらはトレーナーさんでしょうか。ようこそ我がホテルへ。あ、オーナーちゃん。そうそう、家族ぐるみでお友達なの。あのね、オーナーちゃん、今、トレッチとスパしてきたんだ。なるほど。ディナーは決まっているのかな？まだならよかったら一緒にどうだい？トレンドの食材を使ったイタリアンコース。それと夜景を楽しみながら、選手としての君の話でも。あ、それって SNS で話題になってるやつ？素敵！でも、今日は海の近くで食べようかなって。また今度おしゃべりしよう。じゃ、行こっか。トレッチ、何食べたい？うん、そういうので怒る人じゃないし。それに、言ったでしょ？今日はトレッチのやりたいことをしたいの。あふぅ、お腹いっぱい。海風も気持ちいいし、最高だね。あ、本当に本当に？やったー！トレッチを大事に作戦、大成功！
そんなことないよ。だってねえ、覚えてる？一緒にストリートマーケット行った日のこと。私が新しいものにときめくみたいに、長い時間一緒にいたから感じるときめきもある。あの日、それを知ってからどうしても見つけたくなったの。おじいさんのカバンやトレッチのカバンみたいに、私もずっと大事にしたいようなときめきあるかなって。それで探して探して見つけたんだ。トレーニング中のキビキビ真剣な姿、ふにゃふにゃ癒されて幸せそうに眠ってるとこ。トレンドのアイテムだってディナーだって勝てないの。だって私、あなたにこんなにときめいてるんだもん。きっと今日のこの夕日もときめく思い出になるね。もうちょっとゆっくりしていっちゃおうか。